しょ。オッケー。あ、あ、あ。あ、や、オッケー、オッケー。はい、ガイズ、どうも、リコルヌです。あ、声やばい。はい、ガイズ、はい、ガイズ。なんか、喉の調子がね、ずっと悪くて、やっとちょっとマシになったんだけど。というわけで、今日もね、あつ森をやっていきたいと思います。はい、ガイズ、はい、ガイズ。高くせん方がいいか。わからん。なんかね、喉がね、痛くはないんだけど、こう、イガイガする感じ。アレルギーなのかな。 Good morning, everyone. 皆さん、おはようございます。Right now, in Lakeland, it's 8:04 a.m. on Sunday, May 15th, 2022. I almost forgot to mention it, but Daisy May is here selling tulips.忘れるところでしたが、デイジーメイちゃんが今日は株を売りに来てますと。She's only selling them until noon, so you don't wait if you want to stock up. 正午までしか売ってないので、買いたかったら、売りに行ってくださいねと。And with that, I get back to work supporting you and your enjoyment of our island. Of our island. Of our island. 難しいな。Enjoyment of our island. よいしょ。ルルルルルル。昨日もさ、もう喉やばくて、やばかったから、配信やめちゃったんだけど、株だけ売りました。株だけ売りましたわ。ハッピーホームアカデミーから、はいと。なんかヒント書いてあるんだ。By collecting the essentials, the things you need for day-to-day life. Think chair, table, bed, and wardrobe or closet. That'll do. ああね。そういうの言ってくれるんだ。椅子とか、テーブルとか、ベッドとか、ワードローブとかね。そういうのを、日常に必要なものを置いてみてね、と。あ、そういうのも点数になってんだね。マラカス買いました。これレッドさんのところで買った。何だったっけ？何買ったんだったっけ？何買ったんだったんだったっけ？モナリザか。モナリザかな？モナリザだった気がする。マラカスは家に置いてくるか。そうだね。フェイマスペインティング。モナリザじゃないか。トラック。メッシュキャップ。あ、てか昨日さ、その株を売るために、ちょっとうろうろしてたら、風船が飛んでてね。風船割ったらね、このトランペット、銀のトランペット落ちてきたんよ。流れ星さんにいただいたトランペットはね、金色だったから、銀のトランペットを手に入れてしまいまして。これも置こうかなって。思ったらクラリネットとかもなんか色違いあるのかな。金色のやつとかあるのかな。トランペット。よいしょ。あ、よくない？銀と金とあるの。この辺にマラカス置けるかな。あ、ホールドじゃない。ホールドじゃない。やってみるか。かわいい。あ、かわいい。ちゃんと振ってくれる。かわいい。ちゃんとこう持つときは片方に寄せるんよね。で、振るときは両手と。かわいい。じゃなくてですね。かわいいで、この辺に置けないのかな。あ、置けなかった。置ける場所を探そう。これを。この辺置けないのか。ピアノの上とかも置けない。椅子の上は。椅子の上は置けるんだ。椅子の上は置けるんだ。椅子の上置いちゃう。OK。
よしよしよし。そしたら、今日もね、株どれぐらい買おうかな。あ、最近あんまり、ちゃんと売れてないからな。昨日も結局ね、昨日の株価ね、うちの島56ベルとかで、やばかったから、ちょっと島開放していらっしゃる方のところにね、またお邪魔して、売らせていただきました。300何ベルぐらいで売りました。いや、正直まあ50何ベルで売っちゃってもね、いいかなと思ったんだけど、別にお金たくさんあるし。てかもう株も買わんでいいかな。いやでもさ、一攫千金楽しいじゃん。いたいた。今日の株からだけ聞いとくか。はい。107か、結構高いな。今週は買わないでおくか。どうせ売れないなら売れないわけじゃないんだけどさ。あんまり上がんないからね。かな、一時期結構いい値段で売れてたのにな。珍しく座ってる。あ、そう、昨日ね、あ、はいはい、なになに？どうした？うん、There are reactions for everything. When you are sleepy, you can use, wait for it, sleepy. なるほど。あの、リアクションがあると。で、眠たい時にこれを使えるよと。わーって、かわいいあくびだね。It's totally great. すごいよって、いいよって。Somebody sees you do that and they know you've been up all night for dancing on your bed. の誰かが、なんかこのね、あーってあくびしてんの見たら、その人は、その、あなたが、ね、一晩中起きてて、もしかしたらベッドの上でダンスしてたのかもっていうことがわかるよと。違うよ。And then the sleepy reaction.Can't stay awake. かわいい。やった、リアクション教えてもらっちゃった。そうだ、あれじゃん。占いしに行かなきゃ。占い。ね、昨日ね、ちょっとだけね、ここね、この公園の、ここに、ちょっとこう、休憩スペースみたいな、作ろうと思って。なんで動かせないの？これじゃ動かせんのか。難しい。ここに木植えたんだけど生えてきてないの。この1個しか生えてきてない。難しいんだよな。なんかちっちゃい木が欲しくて、大きい木じゃなくてね。感じの大きさになったら、もうここ植えれないんだ。グッモーニングです。カミンさん、グッモーニング。え、難しいな。あんまり近くに植えれないんだねって知ってたけど、ここ植えれるか。いい家具に近いからダメか。厳しくな。でもなんかあんまり育てたくないんだけどな。
で移動するので、すごい邪魔なとこにあるけど、まあいいでしょう。よし、じゃああれだね、占いだね。占い、トゥンチュンチュン、これあれだね、島の音楽だよね。島の音楽も変えれるんだったよな。ハーブさんの島。OK です。OK。占いしてください。また、はいはい。I'd like to know my luck. 私の運勢を知りたいです。OK?友情運か、金運がいいな。ダメだ、今日高い声出ない。見えるわ。I see times of conversation when DIY is on the rise and island residents do not buy many goods. あ、これダメなやつじゃない？会話が聞こえると。Conservation だわ。Conservation ね。飢餓じゃないけど、なんて言ったらいい？ Conservation。なんて訳すんだ？Conservation。こうみんなが買わなくなってって言ってるもんね。保護ああ保護の時期が見えると。 DIY の需要が高まって、で島の住民たちがあんまりこう物を買わなくなったと。ダメじゃん。 Oh dear, I see.To darling little raccoons soaking their pillows with tears. で、2匹の子だぬき。アライグマなんだよな。が、枕を涙で濡らしていると。なるほど。まあ、2匹の子だぬきっていうのはあれだね。ティミーとトミーのことだね。なるほど。金運が悪くなると。ダメじゃん。なるほどね。みんなが商品を買わなくなっちゃって、店が儲からなくて2人が泣いてるんやね。 Life has its ups and downs, its hills and valleys. まあ人生というのは上がる時もあれば下がる時もあると。山があれば谷もあると。ダメじゃん。何か良くないことが起こるかもって。If you want to escape disaster for sudden, I could possibly purify you. ね、お祓いをしてくれると。で、お祓いには力がたくさん必要だから、もちろん。なんだっけ、もちろん。お金もたくさん必要だと。OK。で、お払いが1万ベルト。で、お願いしときましょう。これ、下がった状態だったら何が起こるのか気になるところではあるけど。何が起こるんだろうな。金運が下がるって。なんか住民たちに
売りつけられたりするんかな、物とか。ナンベルで買い取ってくれないみたいな。OK、should be fine。ありがとう。私これで大丈夫だって。だって、雷神さんの偽物でしょ？ダビデ像も偽物やね、これね。本持ってるから。ダメじゃん。じゃあ、もう用はない。OK。洗いもしてもらったし、大丈夫。I'm ready to go home。 はい、戻ります。ラジャーダダダダダパパ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 パ。よいしょよいしょ。オッケー。したら何しようか。でも金上がらんかったし。チュ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 リチュチュ。どうだ。家の置いてきたよ。みんなにさ、プレゼントあげてたやつをさ、今日も写真くれそうな人にはプレゼントして、ワンちゃんお礼に写真をくれたらいいなと目論んでいこう。タラタタタタラタタン。ドゥ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 。よし、こんなものか。着替えはお洋服屋さん開いてからにするか。まだエーボーシスターズが開いてないか。このさ、庭何置こうね。それも悩ましいとこだよね。まあ、とりあえずぐるっとしていきますか。釣りとかも最近全然してないからな。釣りもせんなんね。無理だった。よいしょ、どうだ。なんだこれ。あ、デイスか。久しぶりやな。釣りとかもさ、しないと。季節が変わるとね、また釣れなくなっちゃうから。なんかね、時間操作、まあできるっちゃできるのよね、スイッチの時間の設定を変えれば。はやっぱ1年経ってからにしようかなと思って。1年間はちゃんとこう実際の季節の流れに合わせてねやって、1年経ったらもうちょっといいかなっていう。1年一通りイベント失礼、ダメだな。よし、1年一通りこうイベントとかなんだ、イベントとか何、イベントとか、まあ、こういうなんだっけ、虫とかね、魚とか、何がある、イベントとか頭ある、イベントとか何があるあと。イベントだよな、主にな。まあ、楽しんでから、ね、タイムリープも楽しもうかなと。
まだ始めたばっかだしね。偉い、偉いでしょ。偉いのかな。なんかでも多分時間いじっちゃうとわけわかんなくなっちゃうと思うし。今は何月って。なんか、いじるにしても、どこに合わせようみたいなさ。決めらんないとかありそう。桜のやつとか楽しかったからさ、もっとこうがっつりやって桜のグッズ全部集めてとかしたいよね。イースターはかなり頑張ってほとんどやったはずだけど、もっとたくさん家具作ってもいいしね。イースターのやつもっとたくさん余裕があったらさ作れるから。何がしたいかな、今までのやつだと。まあ、そういうのをね、こう、あ、何日イベントなんだって楽しみみたいなのをやりたいからさ。あの、フェスティバルも楽しかったよね。羽を集めてさ、あの、クジャクの人にあげると、なんかいろいろアイテムが集まるみたいな。とか羽を使って DIY したりとかね。千金を狙いすぎてしまうところがあるよな。間違えた。コップ持ってるつもりだった。ダメだな、鼻が。これは何だろう、花粉症かな。日本って花粉ってもう終わったぐらい？DIY ね。アッポーラグ持ってないんじゃない？じゃあのラグじゃなくてさ、あれが欲しいのよ、家具が。フルーツ家具が欲しいんだけどさ、ラグばっかり、ラグと壁紙ばっかりあって。全然家具がないことに気づいて、果物部屋作れんじゃーってなったよね。どこ？どこ？あなたはどこ？よし。ピーコックバタフライ。ミツバチ。花のやつを、花カマキリを、花カマキリ。よしよし。ダダ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 違ったダダダダ。売ります。オッケー。で店も見に行くか。なんだ、この目覚まし時計可愛くない？ Old fashioned alarm clock ね。こう、昔ながらのって感じね。やばいって。タッタッタン。これ可愛い。割と可愛いめの机。ガーデンテーブルなんだ。ちょっとこうプラスチックでできてるタイプの外に置く机やな。
安いやつね。これこの間買ったよね。これはアンティークチェア。アンティークだから高いかな。もう1万ベル。でもハッピーホームアカデミーに机とか椅子とか置けって言われたから置こうかね。何もない部屋があるのが良くないんだよな、そもそもな。うん、ハニーコーンタイルのウォールがあるんだね。多分床は持ってんだよな。キュートブルーウォール。タッタッタッ。うんうんうん。アイアンパーケット。うんうん。オッケー。Thank you。Thank you。失礼。よいしょ。よいしょ。そしたらみんなに話しかけに行きますか。この辺なんか間違えてあげちゃいそうだから閉まってくるか。なんか家に置きたいっぽい机と椅子があるかどうかやな。あのさ、積み木シリーズ？積み木の椅子とか積み木のこのね、これ積み木のテーブルなんだけど、積み木の、積み木シリーズかな ?DIY できるやつの中では。それか、ショッピングで買うか。ショッピングで買うにしてもあんまりね、まださ、まだあんまり持ってないっていうか種類が集まってないからさ、一式揃えられないんだよな。なるとやっぱり DIY で作っちゃった方がお揃いの家具がね使えるかなって。なんかやっぱお揃いにしたいじゃん。お揃いにしない以外でうまく組み合わせる方法が私にはわからないのでセンスがなくて、お揃いにしちゃったらまあ 楽っちゃん。これ一緒の置いとけばいい感じでしょってなるからさ。なんちゃんも外にいた、マックも外にいた、オリビアは起きてる。失礼失礼。おはよう。多分ね、ウィニーちゃんとかは寝てんだよな。あ、これこの間あげたんだっけ、ハムスターのやつ。Good morning, the car. Today feels like it's going to be a fabulous day. いい日になりそうね。Everyone should have certain staples, like my sweetheart dress. Staples? Staple? Staple ってなに？ Staple?こだわりみたいな。ステイポー。そうなんでな。ホッチキスになっちゃうな。必需品か。主要商品。不可欠な要素。不可欠な要素かな。こうみんな、何かしらこう特定の不可欠な要素とか、必需品みたいなのがあるでしょって。私の。このスイートハートドレスみたいにねって。うんうん。Classics are classics are classic for a reason, and they only get better with age. Like, ahem. So many things. クラシックなものっていうのは、理由があってクラシックなんだと。で、こう、時が経つことで良くなると。まあ、いろんなものがそうでしょって。いろんなものがっていうのはそのエイジだからね。
人もそうだよねっていうのをこうアンに言ってるよね。人もこう年取るにつれて良くなるんだよと。バイバイ。いいこと言うやん。ワークベンチもいい感じに。ワークベンチ置いてた？ちょっと待って。気づかなかったけど。ワークベンチ置いてた？本当？気づかんかった。いや、ここはワークベンチは置いてない。他の人が置いててくる。多分ワークベンチあげようとして間違えてハムスターあげちゃったのかな。なんでハムスターをこの人にあげたんだろう。多分間違えたんだよな。そうとしか思えないけど。たまたま持ってて間違えて選んじゃった。あ、ポーラが起きてる。ちょっとなんか寝てる人だと思ってたわ。珍しい。もう料理してるよ。珍しい。 If you want to hang out, it'll have to wait till after I'm done making this tasty mess. Tasty mess なのね。あの、もしこうおしゃべりしたいんだったら、私がこの美味しいめちゃくちゃなものを作るのが終わるまで待たなきゃいけないわよって。What are you making? 何作ってんの？ I got hit by a monster-sized craving earlier, so I started making myself some blubbered bread. Blubbered bread 持ってんだよな。怪物級のね、空腹に襲われたから。のちぎりパンを作ってるよって。If you wanna make your own, I've got the recipe right here. I'm kinda not using it, you daddy. ね、あの、もし自分で作りたかったらレシピあるよって。まあ私あんまり使ってないからさ、みたいな。And it looks like you already know it, so huh?If I don't need it, and you don't need it. ああ、でも、あの、もうこれ知ってんのねって。まあ、もし私もいらなくて、あなたもいらないんだったら。ああ、take it with you and pass it on. You know way more folks than I do. Plus, I'm feeling kinda lazy, you daddy. まあ、とりあえずもらっといてもらって、誰かにあげてよって。きっとこう、私よりもいろんな人のこと知ってるでしょって。私ちょっとめんどくさいしさみたいな。OK。バイバイ。そしたらあの広場にいた人たちに話しに行こう。やばいな声。さ、みんな持ってる紅茶いいよな。股間ジュースもあるじゃん。これジンジャーエールじゃん。カナダドライでしょ。違う？よし。あ、でもなんちゃん座ってるからあげれないな。What's the latest? Another day in paradise, or as I like to call it, レカラン。楽園でのね、また新たな一日だと。まあ、リコランドのことだけどねって。楽園ですって。嬉しいわ。Oh, it's cool. Glad to see you. Let's talk. I'm about midway through Polo Shirt Color Poppers. It's such a great book. ポロシャツの。ああね、ポロシャツのこう襟を上げる人みたいな本を。あの、ちょうど読んでるとこなんだって。いい本だよって。ポロシャツの襟を上げる人。待ってよ。よし、エージェント S にも話しかけて。 Hi! Good to see you again, psychic. え？あ、そうか、さっきリアクション教えてくれたんだ。
Let's chat. You know what I totally love? Music shows on TV. There's all kinds to watch. あの、私がめちゃくちゃ好きなの何か知ってるって。あの、テレビの音楽番組だと。見るのがすごいたくさんあるんだと。これめっちゃ説明してくれるんだよな。めっちゃ説明してくれるんだよな。めっちゃ語るんよ。With these shows, I get to hear new music and I get to be even more inspired to be a superstar. あ、違った。ここで終わりじゃない。あ、怖い。めっちゃ盛り上がってた。音楽番組について語るエージェント S でしたわ。よし、あれマック開いた。マック。Hey, Aja. I like those threads. Let's talk. Gotta start the day off right. Muscles are a lifestyle.一日をね、いい感じに始めないとねって。筋肉っていうのはね、ライフスタイルだからさって。そのエージェント S のね、うんちくは長いので飛ばしちゃいました。むちゃくちゃ語るから。5種類ぐらい音楽番組の話してくれるから。最後の叫んでたのは、なんかメタル系の番組の話ね。バラードがどうとかさ、なんて言ってたか、ラブソングがどうとかね、いろいろ言ってるよね。モーニーで、化石を見てください。いや、何しようかな。なんかまだリニーちゃんとかも起きてないしさ。あの子は、シルバーナちゃんだよ。シルバーナちゃん起きてたかな。あんまり見てこなかった。多分あのポーラさんとか、ポーラは起きてたけど、勇者さんとかリニーさんとかはちょっと起きるの遅い系だから。はい、コーヒーください。だけど、あの、シルバーナちゃんは、誰と一緒なんだっけ？なんちゃんと同じ性格か。だから、起きてると思うんだよな。なんちゃんと一緒だっけ？オリビアと一緒だっけ？もう分かんなくなっちゃった。誰が何のあれだったか。どっちしろ起きてそうなんだよな。I'm in love. この味好きだわ。Thank you very much. Thank you. 美味しかったよ。よし、じゃあもう一回ちょっと待って、確認しに行こう。シルバーナちゃんが起きてるかどうか。ブルースもそういえば見て、ブルースは起きてんじゃないの。あ、寝てたわ。あ、でも開いてない。あ、 I'm not at home だ。じゃあどっかにいるんか。この辺にはいないよね。んー、じゃああっちの海岸に。
シルバーナちゃん。いない。この間さ、流れ星頑張ってたくさんお祈りしたのにさ、願い事したのにさ、次の日回収しに来るの忘れちゃったんだよね。流れ星の次の日は配信がなくても来なきゃいけないということを覚えておこう。よいしょ。よいしょ。シルバー、あ、やった。次第。お金、お金。お金、お金。だだだだ。あれ、いないね。博物館かな。博物館にいたんかな、もしかして。博物館に行かれるとさ、ちょっと探しにくいんだよな。失礼な話ですけど。だった。よいしょ。カサゴ？カサゴやね。トンボはさ、トンボ捕まえるのめっちゃむずくてさ、トンボ全然捕まえらんないから、あんまり追っかけないことにしちゃってるんだよな。トンボ早いんだもん。よし。いいね、いいお値段ですよ。で、庭をくげといて、よいしょ、水もあげて、じゃあ博物館にシルバーナちゃんを探しに行こう。シルバーナ、さ、ブレイダーズさんいるのはいいけどさ、この話しかけるまでにさ寝てるわけじゃん、昼間ね。もう博物館の展示品とか盗み放題だよね。セキュリティどうなってんのか心配になる。シルバーナいないね。絶対いるときこの辺にいるんだけどな。え、ここ以外に行くとこある？お店はでもさっき行ったけどな。カフェにもいなかったでしょ。シルバーナ、魚。シルバーナちゃん、いないね。ここ全然ないじゃん。ここ全然ないじゃん。ここ全然ない。これ何なんだろう。どこの。なんでそんなないんだろう。おー、こんなとこもあるんだ。深海魚像みたいな。あ、違うわ。すごい、なんかイワシみたいな群れのやつある。あ、ちゃちゃちゃ。え、あんなイワシイワシみたいなやつ捕まえたことあったっけ。ここで見れんのか。これだ。あ、アンチョビか。アンチョビってあんな、あれなんや。ブレー系なんや。違うのよ。私はシルバーナちゃんを探しているんですけど。シルバーナちゃんが迷子ですけど。いないね。いない。
ないよね。虫の方？あ、そうだ、あれじゃん。あの、モナリザ寄付しなきゃ。モナリザいないね。いないよね。ちょちょが飛んでる。ない。モナリザ寄付して。モナリザ。メイクドネーションだね。で、フェイマスペインティング。お願いします。よかったよかった。よかったよかった。贋作ではなかったね。OK。Never mind。よいしょ。ちょっとこっちにも探しに行こう。シルバーナー。え、ここにいなかったらマジでどうする？お店にもう一回行ってみるか。あ、ここじゃん？このちょっと触れないゾーンに。モナリザ、レオナルド・ダ・ヴィンチ。あ、ここにちゃんとこうモナリザとか出てくるんだね。あの時はこうフェイマス・ペインティングっていう。持ってる時はね、だけだったけど、ちゃんと出てくるんだ。おお。The world's most famous smile. It's said that Da Vinci kept this painting for himself until the very end. ね、あの、世界で最も有名なスマイルだ。スマイル、笑顔だと。ね、ダ・ヴィンチは、この絵を自分自身のために撮っといたと。あの、本当に最後の時まで。って言われてるって。へぇ。Given this power, じゃあ、given its power to big, 何これ？ big oil. Visitors all these years later, it's easy to see why. Big oil. Big oil.騙す、欺くじゃないな。楽しませる、魅了するかな。ビガイオなんだ。ビガイオだね。ビガイオね。まあな、その観客、まあ、お客さんを楽しませるこの力、最近のね、この絵が持ってるその力を見ればなぜかは簡単にわかるよねと。まあそんだけ魅力的な絵だからダ・ヴィンチも撮っておいたと。へえー、そうだったんだ。へえー、だね。結構普通に勉強になるな。あ、じゃあこのさ、なんか何の絵かわかんなかったやつとかも書いてあるんじゃん。 The Hunters in the Snow Peter Brewell the ElderHunters in the Snow ね。A landscape artist from the late Renaissance period, Bruegel かな？ Bruegel was known as the peasant artist. Peasant ってなんだっけ？ Peasant ってなんだっけ？やばい、なんか絵画の勉強してるみたいな気持ちになってくる。Peasant。田舎ね。田舎の人。とか小規模農業、小作人。ルネッサンス後期の風景画家のブリューゲルは、農民画家として知られてるって感じか。Here and the title for
depicting scenes from common peasant life, such as the moment captured here. ああ、なるほどね。depicting ってなんだっけ depicting 前調べた。depict ってなんか調べた気がする。depict 表現する。描写する。なるほどね。その一般的なその農民としての暮らしから風景を描写することで有名になったと、この絵で描かれてるみたいにねと。 Not the contrast between the weary hunters and the people frolicking with all on nicely ponds。声がやばい。Weary って何？ Weary。Weary は疲れた、うんざりした。ね、疲れてるハンターたちと、Rolic。あしゃぐ人ね、あしゃいでる人たち。この氷の池ではしゃいでる人たちと、この疲れたハンターたちのコントラストが特徴なんだと。すごいな。勉強になるなるじゃん、これ。すご。あつ森すご。そしてシルビアちゃんは、シルバーナちゃんはいない。なるほどね。あ、じゃあさ、あれも見れるじゃん。なんだっけ、あと分かんなかったやつ分かんなかったやつを見ていくあれやな。ホームウォーディング、ホームウォー、すごいです。紀元前1200年ってやばくない？ BC って紀元前だよね。ホームウォーディング、ホームウォー、すごい名前やな。あ、中国系なのか。だからこういう感じだね。ううとか。やっぱそうなんだね。昔の中国。Good morning, Fish さん。こんばんはじゃねえわ。おはようございます。今日ちょっとね、声がね、やばめ。声がやばめなけど、やってます。いや、勉強になるな。博物館がちゃんと勉強になる。当たり前か。博物館すごいな。でも、あつ森のこの、すごいよ。あ、マックがなんかお悩みだよ。どうした？どうした？ I've been in a snap lately. あ、これ、引っ越していっちゃうやつじゃない？もしかして。I'm not getting the gains I want with my weight training. 最近スナップなんだよね、と。ウエイトトレーニングで欲しい、その、筋肉増加が得られないと。あ、よかった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 。I was thinking maybe I could stop by your place for some inspiration. ね。ちょっとこう、インスピレーションを得るために、あなたのお家に遊びに行こうかなと。行けるかなって思ってたんだと。Sure. あ、よかった。Stay going.大丈夫？大丈夫よ。痛くはないんだけど、なんか引っかかって喋りにくいっていうかさ、なんかイガイガするんだよね。イガイガするって、イガイガするってなんて言うんだろうな。痛くはないんだけどね。OK。Make way って言われちゃった。お、ありがとう。
and tea and towel. That's the kind of gift you like, right? Like the equivalent of giving me a protein shake. これがあのあなたが好きなタイプ好きな感じのあのプレゼントでしょってあの僕がプロテインシェイクもらって嬉しいのと同じ感じでしょってお、ゲームしようぜ。Sounds fun. Alright, time for the greatest card sport ever invented. High card, low card. If you get this right, I'll give you my Raglan shirt. Raglan シャツをくれると。Let's do it. いいね、2ならいけるでしょ。1でなければ勝ち。OK? Bigger or smaller? Bigger! Let's find out! イエーイ、さすがにね。さすがにね。Wow, that really pumped up my heart rate. Let's play again another time. 興奮したよって。またやろうねって。またやりましょう。Recently, I studied hard learning Japanese, but still got many wrong in simulation test. なるほどね。最近頑張って日本語勉強してると。すごいじゃん。だけど、シミュレーションテストで間違っちゃうと。まあ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 。そうやって覚えていくから。大丈夫だよ。はい、行きます。ちょっとシルバーナちゃんを探しに行きたいな、私は。OK。いや、難しいよね、そのさ、シミュレーションってさ、その、なんていうの？シミュレーションするわけでしょ？状況が与えられて、どういうことを言いますか？みたいな。難しいよね、だってその状況を知らないとさ、結構難しい気がする。この状況になったことがないとっていうかさ。いないじゃん、シルバーナちゃん。どこにいるっていうの？ごめんね。じゃあ冷やかしに来た人みたいになっちゃった。どこいるんだろう。どこですか。どこにもいない。9時になってここ空いたからここにいるかも。May I ask a question in the simulation test which I was wrong? いいよいいよいいよ。いないね、シルバーナちゃん。あ、なんかオフィスレイディーみたいな服があるわ。 OL さんの服が。スヨバーナちゃんにおはようを言いたいだけなのに、私は。なぜいない？モーニングコート。これあれか、塩ビ服とはまた違うやつやね。この辺のなんかさ、礼服みたいなのの違いがいまいち分かっていないな。インスタントマッソス、やばい。やばいやばい、ちょっと待って。やばくない？これって言ったらさ、ちょっとさ、マックにさ、すごいやみたいに言ってくれるかな？やばで、マックにあげようかなんなら。あの、スーツは着れんか。やばこれ。しかもめっちゃ色あるし。カラバリ豊富なんですけど。やば。肝。私の肌の色に合うのはこれか。これだと白すぎ？一緒か。あら。キモ。キモ。
すごいな。すごいな。こんなの作ってる任天堂がすげえわ。なんで作ろうと思うんやろな。おもろいわ。熱が上がりました。休みたいです。なんと言いますか。仕事を休みたいってこと？え？どういうこと？仕事か、仕事だよな、きっと。なんと言いますかって、なかなかあれだね。こう、大雑把な質問やね。なんでもよくないって言ったらあれだけどさ。ファーストフードキャップね。熱が出てしまって、お休みいただきたいんですかみたいな感じで言うよね。日本人ね。申し訳ないんですけど、熱が出てしまって、お休みいただけますかみたいな。お休みをいただいてもよろしいでしょうかみたいな。お休みをいただきたいのですが、いかがでしょうか。いかがでしょうかは言わんな。なんて言うやん。難しい。それにだって正解があるんでしょ。正解をゲットするのめっちゃ難しくない？お休みをいただくって言っちゃうな。でもお休みをいただいても、熱が出てしまい出勤できそうにありませんとかね。まあ、今はほらコロナもあるしさ、熱出るイコールいけないだからさ、割とこう伺わなくてもいいよねと思っちゃうけどね。熱が出ましたすいませんとか、いいでしょうかとかじゃないよ。タタタタタタ。じゃあ私はさ、シルバーナちゃんに会いたいんだけどな。あ、選択肢があるのか。すみません、熱があるんですが今日休んでくれますか。すみません、熱があるんですが今日休ませてもらえませんか。ね、すみません、熱があるんですが今日は休んでもらっていいでしょうか。これやったら2番だね。今日は休ませてもらえませんかだね。休ませてもらえませんかって確かにさ、日本語勉強してる人からしたらさ、むちゃくちゃ難しいな。休ませてもらう、休ませてもらえますかか、めっちゃ難しいな。休ませてもらうんだもんな。休ませてもらうってさ、二重受け身みたいなさ。Can you let me なんか take a day off みたいなさ。Can you allow me? みたいなさ言い方だよね。 What's the difference between them? なんと休んでくれますかは、その人が休む感じだよね。休んでくれるは、自分が休むのに休んでくれるとは言わないから、休んでくれるは相手が何々してくれる、私に何々してくれるだから、ここにいた。え、でもブルース起きてなかったじゃん、さっき。え、なんで？どういうこと？ブルースが、もしかして一緒に寝て、え？え？ちょっと、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 
よくなくないけどさ、自由恋愛ですけどさ、ええもしかして、えそうだったの、えまだ来たばっかりじゃん、シルバーナちゃん、えちょっとちょっとブルース、ちょっとえちょっとついていけないわ、ちょっとちょっと、Getting hung out with both of you makes me happy. ね、あなたたち二人とどっちもお話できて嬉しいわって。いやいや、私お邪魔だったでしょ。Oh, this furniture just screams, Bruce. ここのね、家具が全部 Bruce って叫んでるわって。At least it does to me. まあ私にはそう聞こえるわって。I wonder what interior design magazines he reads.I guess I should probably just ask him. ね、インテリ、どんなインテリアデザインの雑誌を彼が読んでるのか気になるわって。まあ、彼に聞いてみなきゃねって。ちょっとどういうつもり、ブルース。Good to see ya. Turns out Silvana just stopped by too. いやいや。ちょうどたまたま来てたんだじゃないのよ。違うのよ。違うでしょ。You think this was a party or something? What with Silvana in the house? ね、パーティーみたいな感じでしょって。Silvana もいるしね。ちょっともうごゆっくりだわ、これは。バイバイ。びっくりしちゃった、ちょっと。待って、私は。日本語の問題を頑張って解いてたのに、ちょっとごめんね。アフィスさんは3を選んだと。熱があるんですが今日は休んでもらっていいでしょうか。で、休んでもらうも結局休んでくれると、休んでもらう休んでくれますかと、休んでもらっていいでしょうかは一緒だね。休んでもらう、休んでくれますか。いや難しいよね。Can you take the day off って感じ。休んでもらっていいでしょうかとかも、休んでくれますかとかも、Can you take a day off になっちゃう。けど、2番の休ませてもらえませんかは、Can you allow me to take a day off? みたいな感じ。どっちにしろすごい遠回しなんだけど。いやー、これはね、もう難しい。いやー、it's super difficult. Even we can explain. Wow. 申し訳ない。うまく説明もできんわ。めちゃくちゃ難しいな。休ませてもらえませんかってやばいよな。休ませてもらうだもんね。何々してもらえませんかとか、何々してくれませんか、もらってもいいですかが全部こう can you だとしたら、さらに休ませるがあるから、難しいやろ。I just thought the third option is much politely ask いいでしょうか。あー、なるほどね。確かに。いいでしょうかって言ったらなんか、丁寧に聞こえる。お休みいただいてもいいでしょうかって言うだろうなって思ってたから、いいでしょう。休ませてもらっても。休ませてもらえませんかって言って、休ませてもらってもいいでしょうかって聞くこともあるだろうしね。休ませてもらってもいいでしょうかってやばいな。で、いいでしょうかの方が確かに、ちょっと丁寧かも。丁寧だとは思う。同じ文章だったらね。休ませてもらえませんかと、休ませてもらってもいいでしょうかだったら、なんか、後の方が丁寧に聞こえるけど、別にそうでもない。どっちでもいいと思う。済ませてもらえませんか？済ませてもらってもいいでしょうか？
So is it okay if say the third option in normal life? 住んでもらっていいでしょうか? No, 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 no. It doesn't make sense. 熱があるのは I have a fever でしょ? で、今日は休んでもらっていいでしょうかは Can you take the day off だから?その、あなたが休んでくれるみたいなこと聞いてるからおかしいんだよね。だから主語が入れ替わっちゃってるんだよね。だから自分が休む話になってるのは2しかない。そうなんだよね、難しいよね。なるほど、よかった、わかったかな。なるほど、なるほどだったらよかった。いや難しいよな。そのさ、言うとか愛とかをさ、言わないから余計にややこしいんだよね。言えばいいのに。So the first and the third option is the way to tell people taking a day off. そうね。So like if you have a fever, もしあなたが熱があるんだったら、休んでくれますかとか、休んでもらっていいでしょうかって言うかも。熱があるんですがっていうところが合わなくなっちゃうけど、今日休んでくれますかとか、今日休んでもらっていいでしょうかとかは、熱があるんだったら休んでもらっていいですかとか、あとはなんか、まあバイトとかだったらさ、今日は、あの、人が足りてるから休んでもらってもいいですかとか、今日暇そうだから休んでもらっていいかなとか、あんまり良くないけどね、本当は。There's no you and I in that article, so it's so difficult to know the difference. そうなのよね。そうなのよね。日本語は不親切ですよね。わかるわ。よいしょ。ちょっともう喉やばいし、今日終わりにしちゃおうかな。フィニーちゃんも起きてこないし。まあ、9時16分。1時間ぐらいしかしてないか。まあいっか。しょうがない。ちょっと声がやばい。明日は、夜できるから、それまでに良くなってるといいなと。蜂蜜でも飲んどくわ。トゥトゥ。トゥクイックね、ごめん、フィッシュさん来たばっかりなのにね。ごめん。ちょっとね、喉があんまりよろしくないので、あんまり喋ると良くないかもしれないし。申し訳ね。よいしょ、ちょっと水だけあげるわ。水だけあげて終わりにしよう。なんかいろんな色の生えてきてほしいんだけど、なかなか生えてこないよね。なんか金のバラとか生やしてる人はさ、どんだけ苦労したんだと思っちゃうよね。いやちょっとな、ちょっとブルースとシルバーナの大スクープにちょっと動揺が隠せなくて、ちょっとやばい。そういう関係だったのか。いやー、いやでもそういうことだよな。まだ寝てるとかってブルース書いてたもんな。その時にもシルバーナは家にいなくて、それはつまり、それはつまり、
体に気をつけてください。ありがとう。ありがとう。気をつけます。なんかね、しんどくはないんだけどね。声だけ残念な感じになってしまうから。よいしょ。いたわります。まあ、なんか、珍しい蝶が飛んでるので、とっとこう。変な飛び方するね、あなた。ちょ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 。おい。これあれだったっけ？そうだね、大紫やね。紫は高いんじゃなかろうか。大紫は？おお、高い。いいね。いいね。OK。よし。じゃあ終わりにします。お疲れ様でした。ありがとう。というわけでご視聴いただいた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。あとは、なんだっけ。次ね、日本時間だったら、明日の夜じゃないね。あさっての朝か。にやると思います。あとは、ツイッターもやってるのでね、ツイッターもフォローしてくれると嬉しいです。というわけで、終わんないな。あ、終わった終わった。はい、というわけで、また次回お会いしましょう。お会いしましょう。See you soon! Bye!